人間が自然界においてできることには限りがある。せっかくの修学旅行か。私たち本当に助かったんだよな。そんなことより水よ水。海水を飲むのはダメだ。内臓の水分や血などの体液が飲める。どんどん先に進むなよ。ついてこなくてもいいんだぞ。なんだと。予期せぬ事故で流れ着いた無人島。ここで始まった女子高生4人のサバイバル生活。救助隊は来ませんでしたね。なんでこんな。今日の食事だ。これ食べるんですか。びっくりするほど食欲が失せてきた。何この瓶。ダメだ。彼女たちは無事生還できるのか。私が遭難したのはこれが初めてではない。そう